ワット・プラターとハリ・プンチャイは、タイのラムプーンにある、仏教寺院である。寺院の創建年代は11世紀であるが、中央の仏塔は9世紀に創設されたと、考えられる。ワット・プラターとハリ・プンチャイの、元々の起源は、ハリ・プンチャイ王国の当時の王が897年に、仏陀の神を収めるために仏塔を構築したものと、伝えられる。ハリ・プンチャイの王、 ライテイアーイにより創立された、現在の複合建造物は1044年により始まる。寺院は1443年に遅延前のラーアンナー、王朝の王、ティローカラートにより再建された。寺院のピラミッド型の仏塔であるチェーディースワンナーは1418年に構築されている。1930年代には寺院の改修が、台北部の総力ウバシビチャイによりなされた。 J.D. スワンナ1443年の修復は仏塔の金上部に付けられた銅板に打ち出しの仏像を加えるなど中央の仏塔を拡大して高めた。これら打ち出しの仏像はラーンナー古典紀前期を示している。複合建造物の北西にある高さ46メートルの得意なピラミッドの形をした J.D. スワンナはハリプンチャイ時代のドバーラバティ様式であり近郊の よく似たワットチャーマテイウィーの仏塔の模範になったとされる。この仏塔は一サタン効果の裏に描かれている。ワットプラターとハリプンチャイの礼拝堂は15世紀のラーナーの仏像を安置する。礼拝堂の近くには19世紀に創設された教像がある。その教像の階段にはナーガの衣装が認められる。礼拝堂の近くにはまた世界最大という 大きな聖堂のドラがある。そのドラは1860年に制作されたものである。寺院の複合建造物の南西の端には四つの足跡がついた石がある。数拝者はこれらは仏陀がこの地を訪れた伝説を裏付けるものとしている。ありがとうございます。